皆さんこんにちは、うずらです。さあ夜中4時ちょっと寝ようかなと思ったんですけど、ちょっと眠れなさそうなんで一個動画撮って寝ようかなと思います。最近ちょっとね、もう忙しいというかね、お仕事もさることながらちょっと家庭やらなんやらちょっとバタバタしてしまっててですね、動画を撮れてなかったんでね、ちょっと編集軽めですがサクッと撮って寝ます。はい、ということで今日はコータスですね。はい、このコータス、こだわりメガネを持っておりまして、噴火オーバーヒートを持っていると。まあ、これどういうことかというと、なんかたまにトリックルームして、炎を照らしたりして噴火するという、ね、コータスの動画を見るんですが、それのパクリというかね、それをちょっとさらに少しだけ使い方を変える、コータスです。っていうのも、コータス、まあ、耐久がそもそもあるんで、トリックルーム化じゃなくても一発は効果力当てれるかなって思ってるんですよね。なんで、まずねオーバーヒートで、強烈な一撃を相手にかますと。でその後、まあ、適当に交代して最後トリックルームして癒しの願いで、回復した状態でまたコータスで噴火で暴走するという感じですね。はい、まあこれ実際やっててね、なんかそこそこ勝てるんで、まあこれでトップ行こうとかいうのはちょっと無理だと思うんですけど、まあ遊んで楽しいなと思ったんで動画にしたいと思います。ではやっていきましょう。さあマッチングいたしました。ペッシさんよろしくお願いいたします。コータスブリモンはもう基本的に絶対選出をいたします。でバンバドロか、まあバンバドロはまあコータスで吹っ飛ばせるとして、石巻かれたくないんですよね、本音を言うと。これエフィーまで入れる？そこまで過剰にしなきゃダメか。で、コータス、ヒートロトム、ではなんだあいつ、ウォッシュロトムがちょっとだるいのか。まあ、わかんねえや。もうガブリアスでいいや。よし、じゃあこれでいきましょう。そしてサーフゴーということで、まあまあまあ、これね、何が来ても一発耐えるんで、絶対。絶対耐えるんで。ここは、もうとっととオーバーヒートしましょう。おっとペッシはサーフゴーを下げてくると。ロトムでも来るんか。いやこれ見といてほしい、相当入りますよ。さすがに落とすのは無理かな。耐久無振りだったらワンチャン落ちないか。さあどうだ。あさすがに無理か。これロトムがどう出てくるかな。トリックとかされたらちょっと嫌っすよね。まあこれもうとっととトリックされたら嫌だからガブに。なんか水技打ってきそうな気もするんだけどな。のトリックされたらおもろないよな。まあメガネトリックだったら別にいいんだが。まあまあいいや、これ下げよう。なんで下げんの。でセグレーブか。この出し方はまあタスキじゃないと信じたい。あーステロ負けるやつじゃなかったっけこいつ。まあええか。まあとりあえずタスキを警戒しましょうか。地震でいいや。おっとおっと、ゴースト。え、なんだこれ。何、あ、格闘を避けるためか。まあ、とりあえずね、気合の助けだったら一番面白くないんで、まあ、削っときます。あ、割と入る。あ、竜の舞か。まあ、構わない。これ、ぜひ落としていただきたい。まあ、もう何でもいいや。自信でいいや。で、これ、まあ、つららばりが来るでしょう。まあ、これいい感じなんじゃないですか。でここでブリモンを出します。まあさすがに耐えるでしょう、1回ぐらい竜の舞したぐらいね。一応ブリモンが気合のたすきなんでちょっとそこがね気になる。ヒデリターンがもうここで終わると。あららら、だからここで1回トリックルームをして、でなんか変な急所とか見ていただきたい。ああ1回ぐらい急所当たっても大丈夫か。割とやな。でまあここはトリックルームして、
日差しが元に戻る。で、どう？もうあと3立てじゃない？だってセグレーブとロトムとサーフゴーでしょ。これは決まったんじゃないか。癒しの願いしましょうか。癒しの願いをすることで自分は瀕死になるが、控えから出てくるポケモンの状態異常と HP を回復すると。いやもうね、元気な状態になってコータスを戻すことができる。まあ、今回ダメージ負ってないから変わんないですけどね。でまあここはつららばれ、もちろん瀕死になったんで当たらないと。でその代わりコータスが出てくると。今トリックルームしたよな。喋りながら出たらちょっと忘れたけど、トリックルームを押したよね。オッケーオッケー、トリックルームなってるね。ちょっと今一瞬ボケーってなってたわ。であとはもう簡単な話、噴火、怒りを爆発させて相手を攻撃する。自分の HP はが少ないほど技の威力は下がる。つまり HP 満タンなんで威力150をずっと出すことができます。はい、もう勝ち。なんかね、こういうの昔火曜画でやってたんですよね、剣立ての時。はい、セグレーブ終了。でロトムが出てきて、さあロトムも落としちゃいましょう。これ降参しないでくれ。ワイフンか。はい、でサーフゴーが出てきて、さあ噴火で終わらせよう。もうここで助けとかやめてね。でさあ噴火行きましょうかね。まあこれも 100% 吹っ飛ぶんで、助けじゃなきゃ。もう気合の助けとかいらないからね。オッケーオッケー、対戦ありがとうございました。というのをね、時々やって遊んでます。よし、なんか強さ伝わったかわからんけど、まあロトモにね、あのなんだオーバーヒートがあんだけ入ったって時点で、まあ強さは伝わったでしょ。オーバーヒートで威力120なんで、まあ噴火だったら吹っ飛んでる可能性もあるのかな。はい、という感じの超火力コータスの紹介でした。では、バイバイ。オッケーオッケーオッケー。まあこれも当然のごとく吹っ飛びますよと。これ、あ、もうこれ当然です。マジで当然。で、これはおそらく一発で落ちると思います。ちょっと耐えてくれ、耐えてくれ、耐えてくれ。いや、これは無理くさいか。さすがにパワージム。パワージムって威力いくらだ ?80 ぐらいだっけ。耐えて、耐えて、耐えて。じゃあ、急所関係ねえな、これは。ありがとうございました。